さあ、それでは始まりました。ラジオで福島賞ということになりますけれども。はい、今回は伊達市。はい。ね<ー>。楽しかった。いや、今まだ収録が終わったばかりなんですけれども。はい、なんかすっごい盛りだくさんだったんですよ。本当にお腹いっぱいですね。いや、なん,なんかね。うん、もう伊達、こんなにいろいろあったんだと思って、ね。そう、あの、全然知らなかったです。<う>夏の果物のイメージが強かったので。え、ね でこう道の駅涼泉からスタートしてダダダダダダって行きましたよ。勢いがすごかったですね。で最後わさびさんですよホバラの。鏡田さんの行きつけです。いや本当なんいやびっくりしました。一をいただいたから。いやそれだけ美味しいってことですよ。あのやっぱ人気はありますよ本当にあの入れないことも多いですね並んでることも。ですからあの夜は予約できるので予約をしたりもできる。お昼とかは予約はないのでまあちょっとあの時間を見つけて。 行くしかないなと思いますけれど。コース料理食べた。いやびっくりした。でも今コースでお肉もあるみたいですね。あ、ないかな。ピザとパスタが中心だと思ってた。前菜とね。はい、ちょっとあのびっくりしましたけど。いやちょっとなんか今日何びっくりした。全部びっくりしたんだけど。今食堂吉川さん。食堂吉川。吉川。すごいよね。ちょっと吉川。吉川。ごめんなさい。吉川さん。 お母さん出てきてテーブルに乗りませんからって隣のテーブルに,にテーブル乗りませんからってまた隣に行ってましたよ3つ使いましたねあんなの最初から乗られて分かってるんでしょう <laughs> <う>だからわざと乗せたんでしょ<う>びっくりした。<laughs> あれ全部持って帰ってきて、食べた。って食べた、食べたらしいですよ。まあ、とにかく。まず、あのラジオで福島ショーの前に、とにかくティーバーでも結構ですので。あの、福島ショーをご覧いただかないと。ちょっと私たちの喋ってる内容わからないかもしれませんから。伊達市です。伊達市です。であと、あとはやっぱり、あの、ロボットびっくりしたな、あの技術が素晴らしい。本当ですね。はい。まあ、あとは、まあ、いろいろあったんですけど、どう、ちょっと、なんか思ったの、私のラーメン図鑑、ちょっと汚いですか。 じゃあちゃんと伝わりましたねか今まで出る人は綺麗な人とかかっこいい人とかと地元の素敵な人ばっかりなんで美しい方が多かったですねやさんも美しいや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 いあなたはやったことあるんだっけありますあるよねあるあそうだレナちゃんはあれだよねレポートがんだろう撮影が終わってから本当にいいのが出るよねそうですうちょっとそれまではどちらかというと気取った感じなんだけどちゃでもラーメン図鑑は逆にナレーション入れてくれるのでうん でやれば、うん、わーってこう素敵なのがまあちょっとナレーションが今回はあのちょっとイケメンな感じなんですけどちょっとあのなんだろうっっセリフがなんだっけ最高されましょうって言ってましたよあれ誰思いついたんあれはしくじったのはしくじ思いついたのはあれでしょ <laughs> ティカシさんでしょティカシさんですよおそらくいや、私思うんですけど今回のディレクターのティカシさんは本当に個性的だなって思って面白いんですよねあのなんだろうやはりそれぞれディレクターさんの個性が出るんですけどあの例えばこうああのアニメというか漫画を使ったりいろいろとすごく面白く作りが凝ってますよね私もちょっとびっくりしましたなんかこう見た目そういう方じゃないじゃないですかあら なんか私そんな、見た目が雑さみたいな。見た目がそんなに細かい感じはしないんですか。あの、そんな個性的な感じではない,ないで。でも、ロケに行くと、頭の中で緻密な計算されているのはわかります。はいす,ね、すごくわかります。仕事をしていると、ここはこう使って、ここはこう使ってっていうのが。頭で全部ね、構成されている方なんですけど。今回はね、すごかった。<ケ>だいぶカットされた。<laughs> カラオケバスなんて3秒じゃん <laughs> 悪いけど俺2曲フルコーラスで歌ったからね2曲 <laughs> <laughs> そうよ「あの鐘を鳴らすのはあなた」を歌ってで「アンコール」「アンコール」っていただいてて、はい、アンコール歌おうかなと思った瞬間に、はい、他の方が歌ってる絵が欲しいのでって言われて私ちょっとあのそこから退去させられたんですよ <laughs> じゃあ結局1曲しか歌って、うん、ただ違うんです皆さんねお別れの時にじゃあ1曲って言われたんで「あ<ー>あのまた会う日まではもう1曲歌ったんですよ <laughs> 全カット」 前カットでででしたね。えー、どこでいつあんだけ取材したのに全カットそれもあんたカラオケバスですら教えてもらってないんだからね暗闇に連れて行かれて、えー、待っててくださいって30分車の中で置き去りにされてシ、はい、ーンとして真っ暗でカラオケに人が集まってる音すら私に聞かせないようにしてたんだと思うんですけど真っ暗の中時々上から雪が落ちるんですよ車の上に。ドーンってはー <laughs> ドン、ハ、はあ、それでずっと待ってあれでした。<laughs> あのあたりこう田んぼ<れ>畑なんですよね。そうそうそうあと一つすごいカットされてるのはキーホルダーだね。はいはいはい。えどう？すごい取ったよ。本当ですか？いっぱい取ったんだけど、ほんのちょっとだと思うよ。結構でも流れてましたよね。うん、流れてない。<laughs> だいだいぶカットされてたよ。<laughs> 何やったんですか他に？ いや、他にっていうか、もうなんかいろいろとインタビューをして、い,ていろんなのこう映して。あの四文字熟語とかもいっぱいあるわけですよ。あ,<ー>あの、あのキーホルダーに、あの例えば、絶対合格みたいな。うん、あ、いいですね。その演技のものとか、あの無病息災とか、そういうのも全部あるわけですよ。で、あとはもういろんなものデザインがあったんですけれども。 あれ全部ちょっとまあねしょうがないわねこればっかりは仕方ないんですよねこんだけ盛りだくさんなんだからでも最近あれですねレナちゃんないですねそうなんですロケがこれはやっぱお忙しいのかしらいやいやいやそんなことはないんですけど本当やっぱり今忙しいのかしらキャスターだからキャスターキャスターキャスターちょっとねあの木曜日と金曜日いや金曜日だけ見てない証拠ート見てますファンだもの ファン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 。どうですか。え、寺本さんでしょ私う。寺本さんじゃないの。じゃないですよ。本当。私。あなたは何のコーナーやってんの。え、金曜日ですよ。金曜日。あ、ニュースを伝えてるだけ。あれ、渡辺文学じゃないんだけど。と一緒に。あ、一緒にやって。天気は寺本ちゃんでしょ。と私やってます。何を見て。あれはいいコーナー、いいコーナーですよね。ファンなんですよ、ファン。私の言葉は、もう。で、取材も行かれてるの。 取材も行ってます。あ、そう。はい、じゃあ福島ショー行って、うん、ねえ、こう取材も行って、はい、あとはちゃんろくのロケにも出るよね。はい、たまに。忙しいじゃん。いやいや、香取さんに比べた私なんてあんた全然よ。忙しい風に見せてるだけで。<laughs> <あ> <laughs> 大丈夫大丈夫 <laughs> 大丈夫大丈夫 <laughs> あということで <laughs> いや伊達市面白かったですいや、はい、面白かった、はい、楽しかったあの皆さん、ね、あの魅力いっぱいの伊達なので、うんえー、行きたいなと思ったちょっと足を運んでいただいてね,そうですねちょっと歓声には注意していただいてお出かけいただきたいと思います、はいえー、今週もラジオで福島市をご覧いただいてありがとうございました